おっと、失礼しました。ちょっとね、歌いたい気分でございました。下手くそで申し訳ございません。まあ、一緒にね、カラオケ行った方は分かると思いますけれども、こんなもんじゃございません。どんなもんなんだよっていうね、ところですけども、ね、今回、じゃん、やっと楽天銀行からですね、口座、来まして、デビットカード、申し込みをして、口座開設ということになりまして、そしてね、早速ね、楽天証券の方で株を買おうかななんて思ったんですけども、なんと、まだ手続きが別で必要ということで、楽天証券のそれ自体の、ね、証券、楽天証券自体の、また ID、パスワード設定して、そして本人確認っていうので、マイナンバーをね、必要するんですよ。で、俺ね、撮ってなくて、そのね、個人番号ぐらいのしかないんですよ。だから、要は写真撮って、マイナンバーというものをまだ成立させてないんですね。で、それであると、書類を、それをコピーをね、その個人番号を書いているカードを送って、そして、それから、楽天証券の口座、ね、証券側の方のものを開くと。いう形になるようです。めんどくさいね、これね。で、なんかアプリでね、その企業情報だとか、いろいろとね、売上の状況、その業績だとか、決算の内容とかも見れたりはするらしいので、そのアプリを今度ダウンロードしてというところで、ようやく、スタートするかな、というところなので、まずはちょっと30万から50万、ドブに捨てる形で勉強しながら、まあ、手堅い銘柄の方を少し買いながらって、まあ、100株100株とかね、まあ、リスク一応分散という形で、まあ、どれだけちょっとプラスになると、まずプラスにする、1円でもいいからプラスにするということを目標に置いて、まずやってみようと。で、マイナスになったらマイナスになったので、それでもう捨てちゃえばいいだけなんで、まあしょうがねえかなと、勉強代ということでね。で、もちろんね、いろんなネットだとか本だとか、その辺も、読んでね、いこうかなというふうにね、思っております。そしてね、また、動きはね、今週はね、特になかったんだけど、まあ、これ撮影してる時はね、で、次の土曜日あたりがようやく、まあ、ちょっとお出かけするかなと、わかんない、まだわかんないですけども、で、まあ、それで出かけましたら、その辺の状況っていうのはね、当たり障りない範囲でお知らせします。何をやるかちょっと楽しみにしていただいて、何もそれで予定が流れてしまったら、まあ、パーティーとかね、行ってみようかなっていうふうに思ってますんで。で、あとはそうね、前の、婚活パーティーでカップリングになった同世代の、女性の方が、まあ、就職が決まりまして、一応、なんだろう、メールもやんないようにしてたんですけど、向こうの方からそういう内容が来ましたんで、まあ、おめでとうございますと。そして、まあ、どんな仕事なんですかみたいなところで、当たり障りないことをちょっと今やり取りを何度か、させていただきまして、まあ、その方はね、もう友達以上は難しいので、まあ、友達というところには考えてるんですけど、向こうも友達になってくださいというところから始まってますんで、まあ、別に恋人同士になるならないは、全然また別の話になってくるというところになりますので、今の状況の中では、自分の中ではありませんので、そういうちょっとね、今自分自身が大変なんでね、そのね、部署移動もあったしで、まあ、何度かね、動画でも言いましたけれども、その移動が今ね、本当に基本の仕事、基本の木の仕事を今ようやくスタートさせてるというところで、まあ、そのなんだろう、今まで自分がやっていない入力業務っていうのをほとんどやったことないんですよ、そういうので。決められたところで、決められた時間にそれをやんなきゃいけないというのがあるん で、それであんまりこの訂正が効かない仕事なんですよ。決定しちゃうと、そのまたえらい面倒くさい作業が発生してしまうんで、だからもう本当に気を使いながら、だけど早くやんなきゃいけないっていう、ね、一番自分がちょっと苦手とする分野、単純作業が好きなんですけれども、そういったちょっと事務系の方の入力のこれとこれで、あれと何番何番とか番号があったりね、細かい、だから要は細かい仕事っていうのはやっぱり女性の方が繊細なんで、非常に向いてるのかなというところがあるんですけど、なぜかそれが基本業務なんでしょうがないんですよね。だからそれはもうやっていかなければいけないと。一応自分の今のね、
置かれている立場というのをそんなに楽観視はしていませんので、まあ、どういう、ね、評価でそこへや、ね、やなんていうかこう送り込まれたのかっていうのも、まあ、気になるところではあるんですけれども、そんなこと気にしたところで何にもならないんでね、自分のためにも良くないし、そして覚悟というものがやっぱりできないですから、まずはそこで仕事をやっていこう、やってみようというね、ところが一番大事になってきますんで、そして基本業務の基本のキーをまずねちょっと覚えてマスターして、そしてステップを次のステップ、次のステップと進んでいこうかなというところでね、この年末ですから、なんか軽はずみな行為はねちょっとできませんので、そしてこのね、投資の方でも少しやっていきながら、まあ、将来的なね部分とで婚活で相手がね見つかるとも限らないんで、見つからなくても一人でねマネーゲームちょっと楽しみながら、要はあれですよ、その女性が、まあ、例えばね結婚する予定っていうか、そのして、まあ、いくらかねなんかあるわけじゃないですか、そういうのを払うじゃないけども婚約指輪だとかそういう代金だとかね、そういうね結婚費用みたいな部分、雑費っていうのは持ってるわけですよ。だから今度それがなくなれば、それを全部マネーゲームの方にぶち込んでいこうかなというところも考えてますんで、まあそうなったらね某書き込み来ていただいてる兄貴のような人生をね、そこまで資産増やせないですけど、全然ないですけども、貧しいながらちょっと楽しい数字遊びをしていこうかなというところもね考えてますって、そしてどういう展開になっていくのか、そしてこのね一人の独身男の人生がどうなっていくのかっていうのをみんな注目していただいて、なんかこんなやついるなぐらいでね、あははって思ってくれればいいんですよ。真似はしないでください、決して真似はしないでください。全然なんていうかな、その人だからそういう生活が幸せなのかもしれないですから、人それぞれ幸せの基準っていうのは全然違いますから、でやはり昭和みたいなその、ね、結婚だけは全てというわけではありませんので、無理やり結婚しろとは言いませんけども、するんだったら早めにした方がいいですよと、遅くなればなるほど難しくなるっていうのはもうこれはもう動かない定説になってきてますん でそこまでしてじゃあ一緒に なるべき、ね、なるメリットってあるのかっていうところは、またそれはまた別の話になってきますんで、やはりいろんな考えの方、そしていろんな立場、そしていろんな環境で、ね、身を置いている方、それぞれ立場が全然違いますので、全くこれが正しい、これだ、こういうふうだから幸せなんだっていうのは人それぞれになりますので、各自が思い思いの人生をね過ごしていただけたらいいかなというふうに、ね、思っております。今度ね平日休みがあってね、そっちでねカラオケ行こうかなと思ってまして。で今回ねちょっと行けなかったんでね、台風だし雨だしめんどくせえしと思って行けなかった部分がありますんで、その辺はいろいろと動画をまたやっていきますんで、本当にねその辺の石ころみたいなねおっさんの人生ですよ、このブログ動画をね本当に楽しみにしていただいている方、いつも見ていてくれる方ありがとうございます。これからもねいろいろと負けずにやっていきますんで、よろしくお願いします。それではごきげんよう。じゃあね。なんか言うのを忘れてたな。肝心なこと。こんなんでいいのかな、わかんないけど、じゃあね。